大谷翔平選手は試合前アップ中に、自らエンゼルス9がアップするライト付近を訪れ、まずボードとハグ。その後、ネト、アデルラとハグし、最後はレフト付近から球場入りした、トラウトに自ら駆け寄り約1分間談笑。水原通訳も呼び寄せ3ショットで記念撮影に収まりました。これが見たかった。飛び上がって歓迎してるのはボード?ボードだよ。飛び跳ねてハグするボード。エンゼルスを再び見れて嬉しい。試合始まると不思議な感じ。大谷とエンゼルスメンバーとの絡み&映像写真もっとしてくれ。移籍が決まって以来一番見たかった光景やね。胸厚の映像。サンキュー。トラウトと大谷のハグでうるうるくる。トラウトと大谷やっぱトラウタニだろ。大谷とトラウト。本当に素敵な二人。お互いへのリスペクトは揺るぎないと思う。リーグは違えどエンゼルス頑張ってくれや。トラウトと抱き合ってたな。トラウトも翔平の活躍は嬉しいやろね。大きなガタイで、記者会見での卒のない完璧で、クレバーな大谷がトラウトの前だと可愛い弟に見える。塁線を破壊する、最強のショットやね。大谷とトラウトが感動の再会してる横で、レンドン怪我で欠場始まってて草。レンドンはもはや風物詩。感動の再会の中でレンドンの伝統芸笑える。去年の仲間が寄ってくるなんて素晴らしいことやね。大谷さんさすが人気や。今じゃベッツ、フリーマン、大谷と騒がれてるが、ちょっと前はトラウト、プホルス、大谷っていう信じられないようなトリオだったもんな。このシーンはチームメイトが大谷のドジャース移籍を支持したことの何よりの証明。エンゼルスタジアムでの試合でも、大谷へのブーイングはないやろ。トラウトと大谷はもちろんのこと、一平さんへのハグが熱かった。翔平と共に一平さんも本当にチームメイトから愛されていたのかがよくわかるな。トラウトに全く体格負けしていない大谷。日本人メジャーリーガーというくくりはふさわしくなくて、もう名実ともにメジャーのスーパースターだろ。